あ。おかんなさーい、お邪魔してまーす。えあたしがユカんとこに遊びに来てんの、いつものことじゃないっていうか、いい加減慣れてよ、修さんくらいでいるんだからさ。おー、なんかお菓子買いに行くって。そう。だからお留守番させてもらいました。よく家来てるけど、一人で家いていいよって言われんのは初めて。ここまで来たらもう家族じゃない付き合っちゃう <laughs> れないないそういうのもうちょっと軽く返してくれてもいいのにオタクあは、ディ <laughs> スってないって今帰ってきたふーん大学生って思ったより忙しいんだねなんかもっと全休とか休校とか休みあるもんだと思ってただって今もう5時とかでしょうーん ま興味ないけどサークルとか部屋戻るんすかもうちょっと頑張ってくれてもいいんすけどあたし家に一人で暇だしていうか年下の女の子と家で二人っきりってなんかドキドキしないっすかうんつれないつまんないはあはーい 部屋戻るんならどうぞ。私はここにいるんで。んちょい待ち。なんか髪の毛ついてる。金髪じゃん。あなたの妹さんは黒髪のはずなんですけど、どこでつけられた髪の毛ですかっていうか。 女慣れしてないから彼女とかいないだろうなって思ってたし女絡みもないんだろうなって思ってたけど意外と女友達とかいるんだこんな髪の毛がつくような距離で喋れるような女がふーん慣れてないのかなって思ってたからグイグイ行くのやめてたけどお兄さんがそういう感じなら。 <laughs> ねえ廊下って意外と狭いんだね横幅逃げんなよこれ誰説明してサークルでつけられたんだへえ何好きなのふん 私とどっちがかわいい決めらんないとかさこの状況でよく言えるよねそこは私の方がかわいいって言うとこでしょお兄さんさ今自分の状況分かってるこれ家族に見られたらくっそ気まずいんだろうな 付き合ってたんだってなってもおかしくないよ。私の気持ち気づいてるくせにずーっと子供だからってそういうのも可愛いなって思ってたけどそこまで舐められてっとさ何かやってやった方がいいのかなって思っちゃったりするんですよ。 妹さんには言えないことしちゃうなーんてねたくんうんいいよビッグでしょこれ私も髪染めてっから分かります尋問かそうじゃないかぐらいは文化祭かなんか ていうかさっき女の子の髪じゃなくてサークルでつけられた髪って言ったから女じゃないんだなって気をつけなねこういうのふん。<laughs> え部屋戻るんじゃなかった立てなくなっちゃったえー、なんでだろう想像もつかないや これに懲りたらさあたしのこと小娘だとか舐めくさってそういうガキ扱いみたいなのしない方がいいよあたしちゃんとお兄さんのこと好きだしなんならもうぐいぐい言っていいかなとすら思ってる来週からもうアピールするから覚悟しとけやじゃああたしがいたら気まずいと思うんでそれ 私と妹が帰ってくるまで何とかしといてねハはハいってきますじゃあねびっくりしたよかったでもあのリアクションは意外となしじゃなかったよね押したらいけるってこと頑張ろう お,お疲れ買い物終わっちゃったあああ買い忘れあるからさ。あの、もうちょっと買い物しようよ。買ったもの知らなくないっていや <laughs> とにかく、ね、行こう行こう。